こんにちは。体のエイダ10万円勝負です。今日は2019年の4月21日です。今日のエイダコインの値段は 8.08 円まで落ちてきましたね。だいぶ落ちました。6.7% の下落です。ですがこれはですね、狙ってた8円とも言えるわけです。はい、日足です。ずっと上がってきて11円をつけて落ち着いて、一旦 9.3 円あたりで落ち着いてからまたグーッと落ちてきましたね。はい。陰線が5つも綺麗に並んでます。はい。そして平均線を割ってだいぶ落ちてきました。ただここで勢いが止まりそうじゃないかなと思うんですね。8円で。はい。なぜなら、ここが、ですね、大きく跳ね上がったところであり、すなわち、ここの、なんていうんですかね、出来高がですね、急に大きくなったところでもありますから、ここから下に行くには相当の売りが出ないとダメなんじゃないかなと思います。はい、4時間足見てみますと、はい、ちょうどちょっと下髭を出し始めましたね。はい、ずっと下げトレンドできて、最後そうですね、ぐーっとクライマックスという感じではないでしょうか。はい、で私もここの8円まで落ちてくるところは一応見据えてはおりましたので、せっかくですね、値動きが目論見通りに動いてきたので、ここで買わない手はないかなと。あと、まあ長期目線で見た時に10円までは買える気かなと思ってましたんで、はい、お金はあまりないんですけども、なんて言いますかね、やっぱり長期的に考えていった戦略通りに来たところで買ってなかった時に後で後悔はすると思うんですね。非常に大きい後悔をすると思いますので、上がってきて押し目の8円で買うというのは、まあこのチャートから見たら定石だと思いますので、はい、ここでいかない手はないと思いますので、もう元気あまりないですけども、ちょっと買ってみたいと思います。また動画を撮ってみたいと思います。はい、今日はそうですね、チャートだけ確認して、ここでそうですね、やっぱりここで上がるかどうか注目したいですね。明日月曜日ですし、はい、この8円ぐらいのところで揉んだところがやっぱり起点になっていくと思います。はいですね、はい、値段も、ですね、114,012.9×8.081 でしたかね。あら、どっか行っちゃった。あれ、なんだこれ。これか。失礼しました。あれ。はい、失礼しました。114,012.9×8.08。マイナス10万円ですね。はい。だいぶ含み益が小さくなってきましたね。1万3000円になってしまいました。はい。あ、なんだこれ。あれで、ね、失礼しました。もう一回やります。13.2% の含み益です。はい、ちょっとお見苦しいところをお見せして失礼いたしました。はい、今日は、望み通りといいますか、目論見通り8円まで落ちてきたということで、はい、これから、上がっていくのか、また明日は月曜日ですからね、はい、どうなるか注目していきたいと思いますし、長期目線で見たときに、買い場だと思いますので、はい、後で10万円買ってみたいと思います。はい、ドタバタして失礼いたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。